元本社ビルコベントリークライマックスは、イギリスのフォークリフトや消防ポンプ用のエンジンメーカーであったが、後にレーシングエンジンビルダーにもなった。1903年にリーストロイヤーによって創業。フォークリフトや消防ポンプ用のエンジンメーカーとして成功し、1963年にジャガーに買収された。その後会社が売却を繰り返したため、会社名が変わるという事態にも直面した。 1950年2月に、ジャガーのエンジニアであったウォルター・ハッサンが、消防用ポンプのメーカーであった、コベントリー・クライマックス社に入社し、まず、FW というコードネームを持つ、直列4気筒で 1020cc の排気量を持ち3500回転で39馬力を発生する、消火ポンプエンジンを作成した。そしてこのエンジンが1953年の、 アールスコートモーターショーに出展されると、それまでフォードや MGE の市販車エンジンをチューニングしてレースに臨んでいたクーパーやロータスなどのコンストラクターがぜひスポーツカーレース用にこのエンジンをベースとした高性能エンジンを使いたいとクライマックス社へ要望した。彼らの要望に応える形でクライマックス社は FW エンジンを改造した FWA エンジンを生産することを決めた。これは世界で最初の市販レーシングエンジンで価格は250ポンドであった。クライマックス社はレーシングエンジンの常として特別にチューニングしたエンジンを要求する顧客の要望には一切応じず守備一貫して常に同一レベルの性能を持ったエンジンを公平に顧客に 販売し続けるという姿勢を崩さなかった。これに対して自社チューンを施してエンジンの性能を上げようとしたのがコーリン・チャップマンとスターリング・モスだった。ただしクライマックス社のベンチ上でブローアップする羽目に。続いて FWA は1956年に当時の F2 に適した排気量を持つ FWB というエンジンに拡大されてクーパーのシャーシに搭載され、 ロイサルバドリのドライビングにより大活躍することとなった。また、この FWA と FWB の部品を流用して作られたのがロータスエリートのエンジンであるフウェイである。これより先、1952年に FIA は1954年シーズンから、開1のエンジンレキュレーションを2.5リッター自然吸気もしくは0.75リッター下級とすることを発表した。 クライマックス社の社長レオナルドリー氏は、消火ポンプエンジン転用ではなく、本格的な2.5リッターグランプリエンジンを開発すべく、ウォルター・ハッサンへ指示した。このエンジンは V8 で250馬力のパワーを出すことを目標とし、コードネームはフップと名付けられた。しかし、開発が進むにつれ250馬力から264馬力程度の出力を示していた。 フップに比べて、すでにライバルたちが発表していた馬力はそれを上回り、勝ち得るエンジンでなければ売らないというクライマックス社の基本方針に従って、開発は中止された。このプロジェクトの中止に伴い、せっかく開発されたフップの経験を生かして、本格的な1.5リッター階にエンジンを開発することが決定され、V8 のフップをちょうど片側だけにした FBF エンジンが誕生した。 このエンジンは 1475cc、7300回転、141馬力の性能を持ち、11.9kg m イ c m センチメートルという、最大トルクに近いトルクを4000から7500回転まで発揮し、有効、パワーバンドが広いというクライマックスエンジンの特徴は、その後のシリーズに受け継がれることとなった。1957年に、 FWB と 2000cc にスケールアップされた FPF をクーパーに供給して、開一参戦開始。1958年には FPF エンジンの排気量は 2200cc まで拡大され、194馬力6250回転の出力を発生。信頼性は高いものの 2500cc エンジンに比べると非力な感は否めなかった。しかし、 ミッドシップにクライマックスエンジンを搭載したクーパーは十分な戦闘力を発揮した。1959年にはシリンダーブロックが設計し直されて 2500cc の FPF エンジンが開発された。240馬力6750回転の出力を発生した。依然としてフェラーリなどのイタリア勢には及ばなかったが、この新エンジンはクーパーの他に ロータスにも供給された。クーパークライマックスをドライブしたジャック・ブラバムが1959年と1960年の2年連続でチャンピオンを獲得した。1961年からは、な、エンジンの排気量が 1500cc 以下に縮小された。これに対応したエンジンが間に合わなかったため、回に用エンジンの改造版である四や千五百 c c に縮小した FPF が 暫定的に使用された。この時、エンジンとシャーアーシのフルコンストラクターであった BRM にも BRM 自身のエンジン開発の遅れからクライマックスエンジンが供給された。FWMV エンジンは 1500cc 規定に対応したエンジンとして1961年後半にデビュー。当初はウェーバーのキャブレターを使用していたが、1963年以降は ルーカスの燃料噴射装置に変更されている。このエンジンを使用したジム・クラークが1963年にワールドチャンピオンを獲得した。1964年には2バルブから4バルブに変更されると同時にショートストローク化された。4バルブエンジンは2バルブタイプよりも出力の面で優れていたが信頼性が低くロータスとブラバムに供給されるにとどまった。しかし、 クラークはこのエンジンをうまく使いこなし、1965年に再びワールドチャンピオンを獲得した。この頃には水平対抗16気筒仕様の FWMW エンジンも開発していたが、ベンチテストで従来の V8 エンジンの出力には及ばず、1500cc 規定が1965年をもって終了することもあり、実戦に投入されることはなかった。 1966年に再びエンジン規定が変更され、なエンジン排気量は最大 3000cc までと規制が緩和された。このようなたびたびのエンジン排気量規定変更のレギュレーションや資金難などがあり、コベントリー社はな 3000cc エンジンを開発しないことを表明した。従来のクライマックスエンジンユーザーは新エンジンを見つけるまでの間 FWMV を 排気量をアップしたエンジンでその場をしのいだ。コベントリークライマックスは1969年に、海一から完全に撤退した。ロータス18に搭載された、FBF エンジンクーパー T66 に搭載された、FWMV エンジン。ありがとうございます。